屋でぼーっとしてよ。あれちょっと待って、今日って修学旅行の日だ。空港集合って言われてたのに間違って観光来ちゃった。あ、間違えた間違えた。え、初めての海外旅行だったのに間違えた間違えて観光来た。ずっとずっと楽しみにしてたのに。どうしよう、もう飛行機出ちゃってる。楽しみにしてた。ケイタ君から電話だ。おいポン、もう韓国着いたぞ。え、何してんのお前、何でいないの。韓国来ちゃった。間違ってお前学校来ちゃったの。もったいな。ちょ見てこれ、この景色なかなかないよこれ。見てこれ、日本じゃ絶対見れんから申し訳ないけどもね、見れないよ。うわお前もったいな。でこれ見て、これさっき買ったんだけど、こんなの日本にないでしょ。美味しそうだから食べるわ。うまっ。こんなの食ったことねえぞ、一回も日本じゃ。申し訳ないけど。おい、ケイタ、ん？お前誰と電話してんだ。なんか本がちょっとあるみたいだけど。本？お前、何やってんだよお前。え？学校来てました。学校？お前、だからお前日頃お前人の話聞けって言ってるべえ。お前何やってんだよ、本当に。本当にもう。お前知らないぞ、お前。自分のせいだからな、お前。話聞いてなかった。お前が悪いからな。先生ちょっとこれ食べていてくださいよ。あ、これなんかわたあめか。食べたい。え、とろける。え、めっちゃうまい。え、これ、え、こんなの日本じゃ食えないよ。うまっ。あ、うまいぞこれ。うまっ。マジで、これなかったまあお前が悪いよそれは。先生の話聞いてなかったんだもん。うん、残念だなおい。普段からお前人の話聞いてないからしねえのかおい。学校に行っちゃね、何も食べれませんよね。給食もないし。かわいそうに。じゃあ、ポン、な、先生、さ、俺たち、韓国楽しんでるから、うん、また、来れるなら来てみな。じゃあ、そういうことで、バイバイ。じゃあ、ポン、お疲れ。バキュラーだ。めっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそう。生きたまだ韓国行きの便あるかな。ちょっと探してみよう。あったまだ間に合う。急いで行こう。まだ間に合う。おい、開かない。え、閉じ込めるぞ。あ、引くんだった。飛行機までまだ時間あるなぁ。あ、ケイタ君から電話だ。おい、ポン、もしもし。すごいぞこれ。あれ、イカすごいぞ。すごい。タコ、おぉ、タコで1万ボディで全部サービスだ。うわ、タコだよ。簡単に食べろ。タコもある。アワビ、もうアワビもあるわ。いや、これを今からちょっと生で食っていくんだけど。生で、アワビで3匹で2万ウォン。3匹、ワン、ツー、スリ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 ー、めっちゃコリコリしてるわ。贅沢っすね。コリアだけにね。はぁ、あ、切られた。あ、先生ムカつくな、なんか。あ、イカ食べなかった。まあでも函館でも食えるか。あ、またケイタ君から電話だ。韓国のゲーセン来たぞ。ゲーセン、すごいっすね。ちょっとエモいよな。
僕も行きたかった。韓国にしかないゲームだ。うわすごい、なんか行くみたいな。韓国にしかない、絶対に日本では絶対にない、ましてや空港なんてね。うるさい、行きますよ。うるさい、見てろよ。バカにするな、空港バカにするな。あれ、なんか倒れてないよ。空港にいるらしくて。はあ、なんで？いや、わかんない。お前、バカじゃないか。もったいな、これ。夜しか見れないのに、これ。めっちゃ綺麗なのに。そうなんですよね。バカだな、何やってんだよ、お前。しかもこれ、スイカ、これ丸ごと、そのまんまのジュース。これ、めっちゃうまいから、これ、マジで。飲んでみてください。いただきまーす。でもとりあえずめっちゃ楽しそう。あ、まだ夜の日ある。まだ間に合う。スーツケース忘れた。いろんなもの食べたりとかさ、いやマジで楽しかったな。いやちょっと僕どこも行けてないから、ちょっとホテルの周りでも見に行ってこようかな。まあ先生にバレなきゃいいと思うけど、まあ大丈夫かな。だってもう明日帰る時間だから。まあそうだな、確かに。あ、せっかく来たから、ちょっと行ってくる。まあ気をつけて行ってこいよ。
先生いないよ。多分大丈夫だと思う。遊びの気分でやられちゃこっちだって困るんだよ。そもそも飛行機に乗り送るとおめえが悪いんだろ。あはい、あはいじゃねえよお前、納得しろやな。自分のせいだろ。泣いたってお前どうしようねえぞお前。これなんで次の急に曲がってんだよ。なおいな、あーじゃねえんだよお前。もうお前もう寝ることしかやることねえから、で明日もう帰ります。はい、それもお前飛行機乗り遅れたお前が悪いです、完全に。はい、こんな気持ち悪いな人たちもダメですよ。急に曲がるなんなんだよお前、ちょっと不安定すぎだろな。おいおい、何不適されてんのお前。寝ますじゃあ。もろもう消灯時間だから、もう消灯時間ですからね、寝てください早く。おい、はい、すいませんと言った。はい、自分が悪いんで、はい、寝てください。はいはい、じゃあ先生はちょっとまあいろいろ行くとこあるんで。おいお前、おい、何お前、先生のどさくさに紛れてお前外行こうとしてんだおい。なあ無理だから、なあ列変えようじゃないんだから、無理だから。なんでピンときてねえんだよ、列変えよう、こうやってやるだろうな、こうやって。なんでピンときてねえんだよお前、バッキ呼んどけよお前は。ああ寝ろお前、分かったか。おい、ああすいません出た。寝ろ、ちゃったんこの野郎、ナイツマジで。ああ怒られた。ああもう早く寝るぞ。おやすみ。おやすみ。のんきで終わるね。諦めて、まあ諦めてもう一回寝るパターンの人ね。冬用、頭寒いから。ちょっと前髪出てる。あ、なんかあれあれあれ。